あ、ビニールか。うん、うん、はい、ちょっとね、どうやってやってんの。何分？あとまだ3分ぐらいありますし、はいはい、そんなに慌てなくても大丈夫です、はい。うん、おね切って乾燥しないようにしてるだけなので、いてかなり慌ててる感じ。あなたら次から俺自分で作る、うん、物が何なのかわからなかったけど、なんかシリコンかなんか特殊なの使っとんのかなと思うんだけど、うん、全然なんだ、サランラップかなんかをみたいなこと書いてあったけど、結局空気に触れなければ、サランラップペッて上からかぶってボンって蓋閉めておけば、あのね、あんなに空気が入っちゃうと 下に密着してなきゃダメ。ああ、そういうことね、うん、塗料と一緒ってことね。そうそうそう、空間があるとそこで乾いちゃうからね。そう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 、パテとかああいうやつみたいな。そうそうそう、うん、こんなもんで開けましょう。あの液面じゃないけどこの面にペタッとで、そうそうそう、密封する感じね、貼りたいので、うんうんうん、でここの状態で、はいはい、落とし蓋ね、要はね。でその時に落としやすいようにつまむとこを用意したら、うん、ちょっともう行きたいんだけど行けなかったね。しょうがないね、向こうまで行かなかったけど、これで密着させたきゃいいだね。なるほどね。あ、OK、はい、はい、OK です。そんな感じで、はい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 、じゃあ次こっちよいしょよいしょ、はい、今回の豆は何ですか。今回の豆はエルインフェルト農園のエチオピア芸者です。全然絵が、え、これってもう音声入ってるの。入ってる、うんうん、と思われる。違うかな、入ってるかな、入ってそうですね、大丈夫そうですね、うん、OK です、だと思われる。はい、ちょっとカメラに近いますか。うん、こんな感じですかね。はい。じゃあ準備します。あ、そうですね、ポリンさん。すげえ、今日はい 3.1 度だって。見たくなかったな。冷え、音声良好ですよ、相手。いや、お疲れです。お疲れ様です、はい、バタバタ感出てますね。はい、バタバタ感出てます。そう、落ち着いてくださいよ。はい、分かってます。じゃあ穴読んで読んで読んで、はい、はい、で途中で途中でもしかすると、あ、いいのか。2度前倒しとか。ちょっと待って。どこで来る？多分ね、行くとしたら、うん、ここのあたりが、まず、ここじゃなくて、ここね、1度とか2度とか、はいはいはい、後とか前とかっていうのを言う可能性があり、ね、ありね、はい、とあとはここ後ろ、はい、後ろ、はい、
か、この書いてあるのを基準に、はい、一度遅らせるとか一度前にしてっていう可能性はある、はいはいはい、ありね、うん、了解。放送後の番宣お疲れ様ですとポリンさんが、はい、後であれですかね、今月のメカを言います。今月のメカですか。まずは、とりあえず水分を今これから測ります。芸者の、水分を測定しますね。水分測定しますねって映ってないですけど、ねえ、どうする、ちょっと待って、これ止まっちゃってるんでしょ。そうそうそう、回してネジを外して、これはどこを映す、あ、これか、ここですね、ここが今から、エチオピア芸者の水分量が出ます。この道具の置き場所も決まっているという、あ、 10.6 ですね、 10.6%、 はい、あ、そうなの。この、はい、豆は、はい、ちょっと特徴的っていうか、感じなわけですよ。そこを見せた方が、もしかすると、いいかもしれません。はい、ちょっと。まあ後で予熱しないと時間かかっちゃうんで、はい、ちょっと待ってね、今いいですよ、慌てないで、慌てないで、はい、間違いがあっては困るので、一応スタートしました、ミスないように、はい、まず予熱のための、設定にします。予熱のための設定にまずしましょう。はい、余熱のための設定。今日写真なかった今回この窓も使います。ん、この窓も使います。ここ映ってないんだよね。あ、キサンジンさんがさーって ガテマラのナチュラルでも飲みながら見るかな。あら、あ、いいな、ガテマラのナチュラル、ねえ、火力を上げる前、水分が抜けて豆の縮んだシワと色をアップで見せていただけませんでしょうか。ほど余裕があればいいですね。OK ですね。
アップね。まずはとりあえずこの状態で縮んだところ、これ縮むの？茶色くなる方って、これ茶色くなっちゃうんで、多分あんまり縮まないんじゃない？コバちゃんさんが思うようなイメージの豆ではないような気がします。じゃあ火を入れましょうかね。はい、じゃあ、火を入れます。じゃあ火を入れてから、本日の、メカいきます。本日のメカで豆を紹介してください。まず、はい、OK です。うん、それでは、今月のメカな、豆、ああ今月の豆今月の豆はですね、結構面白いんですよね。うん、エルウィンフェルトっての農園がありまして有名なんですが、うん、そこの、芸者なんですが、これがエチオピアを元にした芸者なんですよね。うん、で結構ね粒も細かい。うん、粒が細かいんですね。この粒が細かい、これが実を言うと芸者なんですよ。ちょっと今までちょっと芸者これ3回ぐらいやってるんですよね。うん、いや2回、あ、2回ですか。細長の大粒のイメージだったんですけど、これは小粒で楕円形、なんかあれですよね、うん、イルガチヘ見てるみたいな、モカ見てるみたいな、もう本当モカ、エチオピア系の豆に似ているなという感じです。こういう豆を今回は使います。はい、だけど実際にはゲイシャと同じような特性は出てきますよね、焙煎してても。うん、だからそこら辺も、まあ今回はやってみたいなと、うん、いうことで、またメカいきます。はい、今回まず、すごくシンプルにライトの部分に、ダクトみたいなものをつけまして、光が漏れないようにしました。これによってですね、ここの焙煎機の中の茶風とかなんかを撮影するときには非常に有効ですね。なんでかというと、豆を見るときの、光がなんつうんですかね、ここ用の光で邪魔されずに済むんで、ここのライトはここ専用のライトになってます。多分途中中で見せると思います。一番メインの今回の、今月のメカ、これが、加熱水蒸気から来てる、蒸気の配管なんですが、これが焙煎機に接続する配管なんですが、ここのとこにチーズがかませてあって、ここのトラップで、水分が全部、下へ落ちるようにできてます。これによって、ドライな感じの蒸気が焙煎機の方へ流れるように、改造しました。それとこっちの、煙突の方に送られる配管も、そのタイプのチーズで、トラップを作りました。これによって、ドライな状態が、スムーズにできるように、改善いたしましたという説明をしても誰も興味を示さないような気はする。ヨヨさんが遅れたけど番宣してた、こんばんはと。はい、ヨヨさんがこんばんはと。あ、こんばんはです。だから今回この加熱水蒸気に関してはそういう改善も、行われてですね、少しずつ、形にはなってきたなと思っております。
ちなみにサンプルください。あ、はいはいはい。はい。今回の焙煎のポイントは？焙煎のポイントとしてはですね、どこで止めるかですよね。その止めるポイントというのが非常に、難しい部分はあるのですが、一応サンプルがあるので、まあ、サンプルを基準にして止めていこうとは思っております。1ハゼ終わって、はい、2ハゼに来る手前でないとダメでしょ。いや、2ハゼの手前じゃないんだとか、1ハゼ終わってちょっと過ぎたところで落とす、うん、2ハゼの直前まで行っちゃうと番組行き過ぎなので、はい、というふうに言われておるので、そのように、はい、頑張ります。加熱水蒸気の番組企画もお願いいたしますと。はい、こばちゃんさん、加熱水蒸気の加熱の加は、加えるではなく、ちょっと字が違いますね、はい、で後半の蒸気、あ、そうですね、芸者に関しましてはですね、どうも後半の蒸気はない方がうまくいくというのが、我々の、やってきた結果としてありましてですね、前半の蒸気だけを使おうというふうに、考えております。で中入りくらいって、はい、ヨヨさんが中入りぐらいでいきます。で芸者っていうとどうしてもこのすごい酸味のあって芸者フレーバーっていう風になってくるとある程度のこの浅いイメージもありますが、それよりはちょっと深いですかね。うん、1ハゼもちゃんと終わらせて、はい、ちょっと経ったぐらい、ちょっと経ったぐらい、はい、1ハゼが終わってつまりパチパチという音が完全に収まってからあれって感じで落とすって感じですね。だから加熱水蒸気もそうですけど、玉木第1弾エスメラルダ芸者に味が似てますか？多分ね似てないよね。これエスメラルダの芸者とは違います、うん、どちらかというとエスメラルダの芸者は芸者フレーバーが強いので、うん、感じではなくてもっと繊細というか、上品な、はいはいはい、芸者フレーバーなものなので、深くいると芸者のフレーバーはちょっと消えちゃうかなっていうところで深くは持ってきません。かといってすごく浅くはないんですよね今回。うん、うん、浅いのもあんまり美味しくないというか単調なんですよね。酸味だけっていう感じのコーヒーになってしまうので、少し甘さと酸味がバランスがいい感じのところを持ってきたいかなと。まあちなみにこのあれですね、この加熱水蒸気もいろいろ苦労してきましたね我々本当になんとなく理解しましたというよさんが今回もだから蒸気をいかに安定して作ることが難しいかっていうのをまあ実感してやっておるわけですが、だからその蒸気が焙煎機に多く入ったか入らないかがどのグラフのどの部分に出てくるかっていうのを解明するのに
まだ完全ではないですが、少しずつ見えてきた部分もあって、なんとか、何ヶ月ぐらいで、パーフェクトになるかわからんですが、頑張ります。もう毎回締め切りに追われて、一生懸命走ってる感じが自分でもしますね。だから今回でもこのデータローガーの10チャンネルを、今まで外気音を1個使ってたチャンネルをわざわざやめて、加熱水蒸気の、補助ヒーターのとこの熱電池の、データをわざわざ今画面に出してるんですね。そうやってなんつうんですかね、蒸気がどちらかというと多く出ているかどうかを判定するものにそれを使ってるんですけど、そこまでやるかいっていうぐらいなとこまで今頑張ってます。芸者もいろんなところで作ってますねって。そうですよね、結局は品種なんですよね。エル・インフェルトも、セントルアメリカ芸者っていう芸者とエチオピア芸者っていう2種類芸者作ってるんですけど、セントルアメリカ芸者はエスメラルダからの芸者を移入したものなんですよ。だから芸者としてはなんていうんですかね、さっき言ってたエスメラルダに近い味はそっちの方が近いんじゃないかなと。ああなるほど。スタンプタウンコーヒーとか、今年はブルーボトルも買ってましたけど、ってか2014年は、ブルーボトルなんかもが購入してる感じですかね。やっぱりアメリカとかの方のコーヒー屋さんに人気があるんですね。すごいですね、高いコーヒーをガンガンと買ってるんですね。じゃないのかな、とりあえずこの豆が入ってない状態のこの画面って間抜けな感じしません？じゃあどうします？こっちに戻していきましょうか、今の段階は。はい、もうほとんど上の方からこう見るともう焙煎機も他のものがいっぱいですよね。ちなみにこっちのコンピューターまでは出てないですね。別に企業秘密っていうわけではないんですが、そっちを映すと焙煎機は映らないんで、もう。そうですね。やっぱあれですね、今日気温低いですね。っていうかこんなに低くなると思わなかったんですよ。この余熱の最初の高温度あるじゃないですか、この温度達するじゃないですか、この時のこのバーナー温のとこが、気温によってやっぱ違うんで、あ、低いなと思う。ちょっと排気が心配。ヨヨさんが実験室のようにも
優しいですね。実験室のようって言ってくださってますよ。そうですね結構実験室系ですよね。明日はもっと下がるらしい。ああ、そうですか。画面をもう切り替えておいてください。はい、そうですね。あんまり気温が低い時に焙煎したくないんだけどな。だいたいあれですね、バーナーオンで10度ちょい違うでしょ。違うですね。コバちゃんさんのところは外気温マイナス6度。かっこいい。焼いた豆を冷やすには良い環境確かにすぐ冷えそうですね。焼いたそのまま冷凍保存ができますね。10度か。そうですね。今何をやってるかっていうと、一回、釜を温めて今火を切りましてですね、フロントパネルの表面と内側の温度をなじませてる作業ですね。うん、この作業が終わってもう一回再添加してある一定の温度に到達したら豆を投入するという感じで、まあ、それまで、待機しておりますね。うん、結構あの豆の色これなら出そうじゃない。出る？多分この画面で出る気がする。豆の色ってどういうこと？いや、この画面のこの丸いとこで。ああ、はいはい、いけるんじゃないかなと思いつつ、もうじき点火しましょうかね。はい、じゃあ点火します。はい、今から点火しまして、はい、温まるまで待ちましょう。うん、なんかいや、なるほど、焙煎環境と条件を整えるんですねってコバちゃんさんが。そうですね、あの焙煎環境というよりも焙煎機自体の環境ですね。まあ中と外を一定にするって感じですかね。うん、どうしても内側を熱風通すと内側だけが温まりますからね。外側が温まらないんで、一回、内側に熱風通しておいて、一旦火を切ると、内側はちょっと冷え始めて外側に熱が上がってくんで移動してくんで、内側と外の温度差が消えるということをやる。これが、一回火を切る理由ですね。ただコバちゃんさんが持ってる焙煎機は必要ないと思いますよはい、薄いですか、ね、アルミの板薄いですから、うん、あれでそんなことやる必要はないです。あ、ほいでも200を超えてきたんでなんとかいいんじゃないですか。
てね。この時間まで晩成してると寝るの遅くなりそうですねって、はい、ポリンさん。遅いです。遅いです。遅いです。多分これで言うとあれじゃないですか、220前後まで上がるんじゃないですか。あと3度あるんで。いや、上がるのは上がると思うんですけど、いや、もうなるようにしかならないので。あ、男らしいね。始めますか。はい。これ絶対画面から緊張感って伝わってると思うんだけどな。GO です。104になってんの。102ですよ。焙煎機の素材の厚さで焼き上がりに違いが出ることに最近気づき始めましたと、こばちゃんさんが。はい、何？素材の厚さで焼き上がりの違いが。ただ、あれですからね。その焙煎機に合わせて焙煎しないかんですよ。そんな高望みしてもしょうがないですもんね。その焙煎機に合わせた焙煎の仕方すりゃいいんですよ。まだ風強いんですかね、外。外の雰囲気では風動いてますね。なんかね、ちょっと砂圧が乱れてる。そういう嫌なこと言わないよね。15分で焼き上げてくんないと怒り浸透を見るぞ俺は、と北三人さんが。はい。どうかな、15分で焼き上がるかな。今蒸気を放り込みました。
緊張感は第1弾が一番伝わってきました。今は粘度が高い感じですね。粘度がこれでもやっぱり緊張しますよねキャサリンさんが指摘するように師匠から声をかけるなオーラが出てます酸素欲しいね。うん。あ、そのままで。このままで行く。うん、そのままで行く。はい。まだ色づいてこんね。いやまだ7分ちょっとですし、いや香りは変わってきましたよ。いや変わってない、あんまり。いや十分色ついてきたけど。芸者の色づき方って緊張感あるよね本当に。これを普通に焙煎できる人たちって度胸だと思うわだから、水は
困ったちゃんですね。いや、夜焙煎したくないな。色は均等に来てるよ。そういえば、あさっては俺がフレーバーを訪ねて中川さんと出会ってからちょうど23周年だ。お互いようやってるよなって。そうなの？え、よく覚えてるね。よく覚えてるね。キサンディさん、本当に大好きなんですね、中川さんのこと。いやいや、僕は記憶力に関心するけど。すごいなぁ。あ、やばいやばい、いらっしゃった。大好きなんだなぁ、きっと。中川さんのことが。一度待って。あ、181で行く。OK。うん。もう一度。うん。あ、もういいです。そのまま行って。あの、プロファイル通りで。あ、いいですよ。もう落として。私粘るな。粘りますね。あ、チャフは全部飛んだね。とにかく一ハゲは終わらせねえからね。うん。
美味しそう。もう終わったと思うがどう？うん。じゃあ落とす。うん。やっぱ落とすとこ取るの忘れた。一応15分ちょっとで終わったんですけど、どうですかね、キサンディさん。あ、そうじゃねえよ、飲んだコーヒーと行ったコーヒー屋を全て手帳にメモしてあるんだよ。30年間全部記録してあるだけ。すげー、すごいなー。すげー、これやると目が回るんだよね、みんな。あそこの奥にちょっとチャフが残ってますね。こんな感じです。もう一回いきます。こんな感じです。今ので分かったかね。どうかな。ちなみに、はい、何度？192ぐらいだった。そうですね、データロガーの方でちょっと確認しよう。データローラーの方だと190ですね。同じ？大体同じで。で、ちなみにさっきの冷蔵庫に入れたやつどうすんの？はい、あ、ちょっと持ってきます。え、重さ測らなくていいの？あ、そうか、重さ測らない。私写真撮りたいんだけどな。写真撮るのね。はい、今 436.2 436.2? はい。え、 10g ぐらい減ったってこと？じゃあそういうことです。また冷蔵庫入れておこう。思ったより減るのじゃん。単純に飛んじゃってるんじゃないの、水分は。これどうすりゃいいの？はい、じゃ あ全体のカメラにしときゃ。全体、はい、はい。芋のコンロの、芋のだよね、芋のコンロのプロパン用を入手したら考えてもいい、見てもいい。俺んとこは都市ガスだからつまらん絵だと思うけどなって。ああ、焙煎の絵ですよね。これもしかしたら、うん、明日焙煎あるじゃないですか。はい、その頃には、うん、あのインスタントコーヒーができてるかも。だってあれ実際には 300cc ぐらいしかやってないんですよ。で、あのさ、はい、来週、はい、再来週がキサンディンさんでしょ。再来週、
が喜三人さんだ、はい、そうですだから再来週喜三人さんに飲んでもらうっていうのはどう？再来週までもっと今日作ったやつを、うん、だってそれはかわいそうじゃない？かわいそう？棒だったら飲みたくないもんちょっとよ、朝からだよ。そうもな、なことないなことないな。結構豆綺麗になったなと思ったけどシャンディさんの焙煎しながら豆と対話してるところを聞きたいです。だから本当豆と喋っとったら嫌だよね。あ、今月の予約特典は何ですか？言っちゃっていいかね。問題は僕らができるかどうかだけど、あれ、ね、あのですね、一つはね、予約特典としてはこの、エチオピア芸者を予約していただいた方にはテスト焙煎で2半世直前まで持ってったこのエチオピア芸者が、芸者フレーバーは消えるっていうか、まあ少ない、芸者としてのフレーバーは、かなり控えめなんですけど、甘くてコーヒーとしては非常に美味しかったので、テスト焙煎で深くまで持ってったやつを、50g、つけたいと思ってます。それとは別に、ちょっとまだできるかどうかは何とも言えないんですけど、そうですね、別のものをご予約いただいた方には、今のところの予定では、チョコレートを、やっぱあれですからね、バレンタインなので一応心を込めてチョコレートを、予約の特典にしたいと思っております。明日はですね、19時から1回目の、焙煎で、どっち先やるって言ったっけ、2014年だったと思ったけどな、19時からカップオブエクセレンスの、ガテマラのカップオブエクセレンスの2014年のパカマラルの園のものを、一つ